皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹瀬でございます。今回はトリルというテクニックを皆さんと一緒に練習していこうかなと思います。トリル、すごい簡単に言うと、2つの音をめっちゃ素早く交互に鳴らしていくという奏法になります。ギターの場合だと、ハンマリング、プリングとかを使って素早く2つ鳴らしていくことが多いんですけれども、早速やってみましょう。ギターを持っていただいて、人差し指で3弦の3フレットを押さえてみましょうか。そうすると、こんな C フラットの音がするはずです。そして、もう一つ、薬指で3弦の5フレットも押さえてみましょう。そうすると、こんなドの音が鳴るはずです。これらをめっちゃ素早く繰り返していきます。こんな感じです。まず、C の音を弾いて、薬指でハンマリングとプリングをひたすら繰り返していきます。弾く、ハンマリング、プリング、ハンマリング、プリング、ハンマリング、プリング。まあ、こんな感じでめっちゃ素早く繰り返していくわけなんですが、ポイントとしては、やっぱりこのハンマリングとプリングをすることになるので、ちゃんと目的の場所にスパンと薬指を落として、軽く素早くプリングをしっかり行ってあげるということ。指をくっつけて離しているだけだと、音がすぐにこう鳴らなくなってしまうんですよ。そうじゃなくて、ちゃんと勢いよく叩きつけて音をはっきり出してあげて、プリングするときもしっかりと弾いて鳴らしてあげると、叩く、弾く、叩く、弾く。こんな感じです。これがどのくらいの速度でやらなければいけないのかというと、特に決まりはなくて、まあ、プレイヤーのできる次第といいますか、そのプレイヤーの趣味とか、その判断に任せられているんですけれども、まあ、できる限り早くやったほうが、大抵はかっこよくなるかなという感じです。トリル、どうでしょうか？うまくできますでしょうか？まあ、今のは人差し指と薬指で練習をしてみましたが、どうですかね？ちょっと難しいですかね？もうちょっとポイントをお話しさせていただきますと、できるだけこの肘から先、手首、そしてこの指先に至るまで、できる限り動きをコンパクトに小さくまとめたほうがうまくいくかと思います。あまりこう大振りでこう、オラ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 ってやっていると、速くもならないし、単純に疲れるというのもありますし、できるだけ指先のほうだけ、ちょっとだけ動かすと、こんな感じです。この腕とか肘とか動かさずに、指先だけ小さく、コンパクトに動かしてあげるとうまくいくかなと思います。違うパターンもやってみましょう。次は、じゃあ、薬指が3弦の3フレットを押さえて、開放弦と一緒に交互に鳴らしてみましょうか。3弦の開放を鳴らして、薬指で3フレットを押さえて、ここからまたトリルをします。こんなのもよくあります。他にも、人差し指と小指とか、例えば3弦の2フレットと3弦の5フレットでトリル。ちょっとこのくらいの距離になってくると、薬指でできなくはないんですけども、まあ、小指でやったほうがスマートかなと思います。けど、やっぱ小指の分、小指でやっている分、難しくなってしまうんですけれども、ちょっとこの辺も頑張って練習を乗り越えていただければなという感じでしょうか。こんな感じで、いろんな指の組み合わせでトリルしたりとか、あと、開放弦と一緒に組み合わせでトリルしたりとかもしますし、まあ、いろんなパターンのトリルがあるわけですが、とりあえず確実に言えることとしては、2つの音をプリング、ハンマリングを使って、めっちゃ素早く交互に鳴らしていくということです。では、最後にもう一回やってみましょうか。まず、人差し指と薬指のパターン。3弦の3フレットと、3弦5フレットのパターン。人差し指の C の音を弾いたら、薬指で、めっちゃ素早く。トリルしてあげると。で、他にも3弦の開放と、薬指で3弦の3フレットのトリル。他にも、人差し指が3弦の2フレットと、3弦の5フレットが小指のトリル。まあ、この辺のポジションから練習していただければ面白いかなという感じです。最後にもう一つちょっと紹介させていただきたいのが、ちょっとこれはまた番外編というか応用編になるんですけれども、
僕がたまにそのライブとかでやっているようなトリルの仕方をちょっと皆様にご紹介させていただこうかなと思います。なんかこうライブとかの、なんかこの効果音的な感じで、そのズバーンみたいな、ズバーンみたいなのってなんだかわかんないですけども、まあ、とにかく勢いだけ欲しいとき、音程とかいらないから、とにかく勢いだけ欲しいときってやっぱあれたまにあるじゃないですか、あるんですよ。そのときに僕が使っているのが、6弦の開放と、あと6弦の3フレットのこのトリルです。で、6弦の3フレットをトリルしていくわけなんですけれども、ちょっとこの見た目のインパクトとかも兼ね合って、中指と薬指でこの交互にトリルしたりとかもします。こんな感じです。弾くじゃないですか。薬指でハンマリングクリームしたら、今度中指でハンマリングクリーム。なんかやってみると、なんかすげえむずいじゃないかと、やりづらいじゃないかとなるかもしれないんですけども、なんか慣れるとすごくやりやすいです。で、このトリルをしながら、アームついてるギターだったら、そのままこうアームダウンしたりとかして、あの効果音っぽくすることもありますし、あと、トリルしながら右手の人差し指とかで、この、ちょっとずつ、この、ブリッジ側からネック側に持ってってあげたりとかすると、このハーモニクスがいろいろ鳴ったりするので、ハーモニックスとかのこのランダムな感じがすごい効果音っぽくて、なんかすごいなんか勢いが出る感じしませんか。なんとなく音程をやらないけど勢いは欲しいという意味が分かっていただけたかと思います。まあ、応用テクニックとしてこんなトリルもあったりとかするので、よかったら覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。もし今のやるときは、ちょっと強めに歪ました方がうまく音が鳴るかなと思いますので、なかなかこのハーモニクスがきれいにならないなとか、なんか変な風な音が鳴るなと。きれいにならないなと思ったら、ちょっと歪みを強めにしてチャレンジをしてみてくださいませ。それでは今回はトリルについてでした。頑張って練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。